ボンジュール、ボンジュールだったのです。マイクラデスクイズ、今日の対戦相手はこの方。お疲れ様です。猫地です。そして司会は大吉でございます。よろしくお願いします。はい、急遽賛成になりました。大吉です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ついにプロの司会者使い始めましたか。いや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 、やめてください。本当にハードルがどんどん上がってるからしんどいですよ、さすがに。いやもうガバ進行で、なんだったら、うん、僕答えを先に言っちゃったんですよね、この学校のスクリプト。ありました、ありました、うん、そんなことはありました、はい、そのまま動画で使われてますんで、今日はいつも司会の猫地と対戦するということでよろしくお願いします。はい、いやもう数々の死闘を見てますんで、確かにワンチャン勝てるかなと思ってますよ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回はデスクイズの司会進行をしている猫地さんが参戦です。ナレーション、そして時には出演者としてドズル社の動画に欠かすことのできない猫おじさん、一体どれくらいのマイクラ知識を持っているのか、そしてボンさんはついに一勝をつかみ取ることができるのか、今互いに負けられない戦いの幕が上がります。それでは改めまして、このマイクラデスクイズは3つのステージにそれぞれクイズが用意されておりまして、最終ポイントの高い人が勝利ということになります。2人とも心の準備は大丈夫でしょうか。はい、はい、もちろんです。今日こそ勝ちます。今日こそは、いやもう全敗という、はい、称号を与えようと思います。そうですね、まだ一勝もしてないですからね。はい、頑張ります頑張ります。絶対勝つ。それでは最初のクイズに参りましょう。はい、これか、こういう視点か。第一ステージは並び替えクイズ。文章を並び替えるとマイクラに関係した言葉になるので、それを答えていただきます。問題は早押しで全部で10問、1問正解ごとに10ポイントが入ります。では参ります。第1問、カイジだ。え何てきた。カイジだ。ええ、4文字ですよ。悔しい。何それ。いや、カイジっていう流れ。え何これ全然わかんないんだけど。いや結構シンプルじゃないかな。あえ、何ボンさん、カジダイ。くそー、正解。よかったマジか、なんでわかんないんだこれが。よかったこれがなんでわかんねえんだよ。俺たちが日本で1番目と2番目の遅い説だね、今の。よし、今日はいける気がしてきた。本当にやばい。今日いけるぞ、今日は。では続いていきましょう、はい、第2問、はい、ライスンヒ。いや今日何かな、麺かな、パンかな。いやライスンヒだわ。こういうのをやってくれるんだね。ちょっとこうなると、すげえな。はい。はい、ボンさん。ヒスイラン。いやね、これは分かった。これ分かったのよ。正解を見ると。しゃ。早押しですから、早押しですからね。調子良さそう。やばいな。それでは行きます。第3問。はい、え？黒糖色の赤パンリーダー。何を言ってんだ。黒糖色の赤パンリーダー。ヒントいります？ヒント。そうですね、お願いします。最初の文字、あ。あ？もう頭に赤パンがこびりついちゃって。知らないアイテムだ。次のアップデートのやつかな。最後のじゃあ文字いきましょうか。ヒント。最後、はい。お願いします。伸ばし棒。2文字目もいきます。2文字目ください。もらわないと無理だと。か。いやだよね。だよね。そうだろうね。はい。何わかりました。赤色のコンクリートパウダー。うわマジ正解。素晴らしい。いやこれいいか。赤色のまでは分かったのに。よし。パウダーの種？え、猫地さん、大丈夫そう？いやー、これまずい。いや、もうそろそろ、でもね、そろね、だんだん、うん、脳トレできてきたんで、いけます。第4問。全然わかんねえわ。ロックライブ、ふむ。いやー、いいライブだったよね。ロックライブ、済んじゃった。ロックライブ、済む。ちなみに、全部カタカナです。ある？あります。そう、スムもカタカナで考えてください。ヒント。じゃあ、はい。最初の文字、ス。ス？ス、スムのス。はい、ちょっと待って。ちょっと、やべ、あれが。はい。はい、ボンさん。スライムブロック。
あ、正解、素晴らしい。やばいこれ、覚醒者に、やばいやばいやばい、やばいぞやばいぞ、余裕か今日、やばいやばいやばい、ありがとうございます。あと何問、あと何問、あと6問、まだまだ4問、まだ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 、続いてまいります。第5問、タノパーリーアクマ、タノパーリーアクマ、タノパーリーアクマ、はい、え、なんで全然わかんない、全然わかんない、クリーパーの頭、マジやばいやばいやばい、え、つ、え、強くないですかこれ、めっちゃ強い、はい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 、ちょっとドズンシャメモの時より強くない、なんか腕上げてきてますから、いや、クリーパーの頭、うん、早っ、じゃあ次行きましょう、はい、第6問、はい、猫の麦田、え、猫の麦田、いやこれ猫さん取ってほしいな、誰だよ知らない猫ですか、知らないなこれ、タポンさん、え、小麦の種、素晴らしい、正解、マジだ、え、強くない、はいはいはい、おや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 、全然わかんないんだけど、すごいゾーンに入りたし、全部行くわ全部行くわやばい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 、いや、全問正解、パーフェクトあるかこれは、やばいな、第7問、したい、タンクスと燃費、チャン、チャンクスってなんだよ、チャンクスで、シャンクスじゃないの、ウセロ、ウセロ、ウセロ来た燃費もね良かったんでしょうね、チャンクスも、はい、粘着ピスト、素晴らしい、素晴らしい、やったパーフェクト取しました、1点取れた、やったやった、嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい、優勝したかのような喜びだ、やったやったやった、やった、続いてまいりましょう、はい、第8問、はい、ほこり氷氷、はい、猫おじの話です、はい、正解、素晴らしい、はい、じゃあ、いや、たまにね、こういうの来るんですよね、何それ、そんなそんな短いのありか、正直押してから考えた、ありか、ありか、それありか、その短さありか、まあ、こういうの取るのでかいですからね、まだまだある、まだある、まだある、はい、次いきます、第9問、はい、ちょっと待って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 、何何、アバレブのタンスがとんかつミンクラック、めちゃくちゃじゃん、もうこれ、これね、めちゃくちゃ難しいと思います、かぁ、ヒント欲しい、ヒント欲しい、ないと無理かも、うん、最初の一文字、みみみみみみ、最初の何文字かも分かったんだけど、はい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 、え、そう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 、じゃあ逆に最後の文字いきましょうか、はい、あ、お願いします、いいですか、最後は、ん、うん、えー、うん、えー、いやー、み、最初の方分かってるんすよ、そう、マジ、うん、うん、じゃあ2文字目は言って大丈夫ですかね、最初は、はい、あ、大丈夫ですよ、あ、もう僕は分かってる、みの次はが、うん、みが、あ、そういうことか、そう、そういうこと、あ、じゃあもう大体頭の方は2人とも解釈してますね、はいはい、うん、あ、よかった、おー、来た、さあ、レコさん、み、磨かれたブラックストーンレンガ、だね、違うんだ、違うか、そんなもんないか、最後、最後、最後、うんでしょ、だって最後、うん、あ、うんか、てことは、はい、ポンさん、磨かれたブラックストーンの階段、違うな、え、何これ、磨かれたブラックストーンの、ブラックストーンのの、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 なんとかなんとか、うん、何、そんなんないでしょ、磨かれたブロックストーンの、の、の、じゃあ次出しましょうか、はい、うん、磨かれたブラックストーンの、か、の、か、か、階段じゃないの、あ、どうした、たくさんどうぞ、磨かれたブラックストーンの感圧板、素晴らしい、やったやったやった、あっちの差だそう、え、そんなのに感圧板あるの、
あるみたいですね。ディアガルダブラックストーンの間伐版ってあるんだ。間伐版まで行ったか。いやそこまでヒント出してもらって一生答えられない。超難問でしたね。ありがとうございます。さあそれでは最終問題第10問、はい、ラスト、けじめの赤。ラスト、けじめの赤。すら、ら、け、ぽ、ち、放送事故。だ、嘘、はい、嘘、言っちゃった、ちょっと、アメジストのかけら。くそー、素晴らしい、大正解。よし、いや、素晴らしいスタートでしたね、本当に。はい。いやー、なるほど。はい、これで全10問終了でしたが、まずはボンさん、ここまで振り返ってどうでしょうか。今日はいけそうな気がしますただね、ちょっと猫ちも後半追いついてきたんで、はい、いやいや頑張ります、ね、いけそう、食いつけそう。やばい、はい、ちょっと勘を掴んできた猫おじが、はい、クイズのだんだんクイズのになってきましたよ。あ、じゃあ猫おじさんもちょっとずつギアが入ってきたと。ギア、はい、セカンドぐらいに入りました。あー、だいぶ、はい、ちょっと上がってきた感じですね。上がってきましたよ。今日俺調子いいからいける。今日は調子いい。でも本当に調子いいわ。強えわ。それでは現在の得点確認していきましょう。現在の得点このようになっております。75段リード。強かったな。よし7問いかれたか。ありがとうございます。初のね、勝ちがあるかもしれません、ね、いやあります。今日はあります。わかりませんよ。さあそれでは次の会場に参りましょう。おう、俺はもう変わってないよ。第2ステージは多答クイズ。正解がたくさんあるクイズに答えていただきます。交互に回答して制限時間内に答えられなかったらそこで終了。問題は全部で3問。生き残った方に20ポイント差し上げます。それではまずはどちらが先に答えるか決めていただきます。どっちもいいです。もう全然、どっちでもいい。いつでも余裕ぶってる感じが。ああ、OK です。まあ余裕です、まあ、そうですね。だとしたら、まあ、手札の数によるので答える方が回数が多い方が多分不利だと思うんですよね。確かに、うん、じゃあボンさんからいきましょうか。あ、わかりました。第1問、名前に濁点も半濁点もつかないモブの名前、スタート。ちょっと待って、スケルトン。やばい、ちょっと待って、敵モブ、モブ、カメ、カメ。あ、素晴らしい。何もタラ。酒じゃあ、あれ、オッケー帰ってくると思ったんだよな、それで。そう、イカ。やばい、素晴らしい。よし、やばい。待って、あ、いっぱいあるわ。え？いっぱいあるわ。え？いや、わかんない。そうでしょ？え？本当わかんなかったっす。山ほどあります。山ほどある。他なんかあります？牛。あ、牛ね。鶏。あ、いや、いたわ。なんなら光イカ。あ、光イカいたわ。雲。はい。あ、いるわ、めっちゃ。ハチ。あ、いいね。オオカミ。猫。あ、ほんとだ。めっちゃ強いかも。山猫。オウム。おぉ、いっぱい出てくるぞ。めっちゃ強えやん。はい。ありがとうございます。なんてか返したところで勝てなかったもんね。それでは、参ります。第2問。進捗の名前。スタート。石器時代。素晴らしい。猫大全集。そんなあるの？ええーと、あれ、アップグレード。あー、確かにあるわ。村の勇者。違う？光が丘。そんなある？光が丘。あれ、クマがハテナが出ながら死んでた。光が丘？
なんか、なかったっけ、光が丘って似たやつ、あの、あれが丘ですかね。よっしゃよっしゃあれが丘か。そう、いや、惜しかった、惜しかった。難しいもんばっか挑戦して、え、村の勇者みたいな、なかった、村の勇者みたいなやつ。いや、ありますよね、村の勇者みたいなですね。まあ、ここまで、はい、1-1ということで。よかった、でも続いたら危なかったから。やべ、やべ、もったいね、今の。何が丘ね。何をやって、何をやっている。次が最終問題になります。はい、欲しい。第3問。お二人が得意なあのゲームからの出題です。ん？ストリートファイター6に出てくるキャラクターの名前。急に。スタート。竜。素晴らしい。お、ケン。え？ほな、これいつかどっちが負けるかっていうやつ。竜ケン。ダルシム。あーですね、結構これは選択肢が俺の方に TNT 来てんだ、俺の方に TNT 来てる、来てる、ガイル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 、マリーザ、え、まあ、ずっと言えるよ。あ、秋、秋全部言える、全部言えるよ、全部言えると思うよ、全部言えるよ。まあもうこれはパーフェクト、ルーク、ジェイミー、ザンゲーフ、リリー、マノン、早いな答えるのが。ジュリー遠慮してたけどもうずっといる、2秒とかに答えてる、ラシード、あー1秒だ。JP、 DJ、 ブランカ、キャミー、あ、待って、まだいる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 、キンバリー、危ねえ、いた、危ない、キンバリー、まだいる、まだいる、まだいるの、おか、エド、エド、え、エドモンドモンだ、危ねえ、コンボ繋がったわ。まだいる？え？え？え？あと誰？あと誰？え、俺もちょっとわかんないっすね。あと誰？あと誰？え、チャーリー！あぶねー！終わりじゃない？終わりじゃない？もう。行った！行った！パーフェクトです！おめでとうございます！よっしゃ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 。じゃあ、得意な音になると饒舌ですから。はい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 。うん。耐えるスピードの速さよ。なんか、もうルールとか関係なく。ポンポン言ってましたからね。すいません、すいません。始まってないのにもう言ってた。言いたくて、言いたくて、しょうがなかった。僕これ知ってるって。うん。そう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 。以上、打倒クイズでした。続きまして、最後のクイズ、行きましょう。はい。行きましょう。ああ、出た。はい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 。最後のステージは、だんだん引きになるクイズ。マイクラに関係する画像の一部から、だんだん全体が見えていきます。問題は全部で5問。早く正解するほど高得点が狙えるこのステージ、最大なんと50ポイント。いかに早く正解できるかが勝負の鍵を握っています。だんだん引きになるクイズ、これなんだ？第1問。ん？え？わかんない。なになに？わかんないわかんないわかんない。寄りすぎてる。引いて引いて引いて。ここで当てれたらね。何これ絶対無理だろ。いや、少なくてもいいからちょっと取らないとな。今30点です。いや、わかんない。まだ50点でいいぐらいの。いや、これなんだ。何これ。この辺りからね。この辺りから。はい。さあ、ボンさん。茶色のムシュルーム。正解。素晴らしい。6つ。出たか。10点でギリだぞ、これ。茶色の概念が、やっぱそうは思ってないから、うん、こっち。そうなんだよ。クッキーかなと思ったもん。これ、最初もう土ブロックかと思ったもん、普通に。確かに。それでは、参ります。第2問。おぉ。白いな。あ、違うんだ。白っぽい感じから。何？白いまだ。なんか薄いな。え？
あ、なんか色が。え、何この色。これなんだ。ちょっとずつヒントがね、出てますよ。この色合い何？え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 、何これ。わかんない。え、何これ。何？あい！はい、猫さん。ファントムやったー、正解、素晴らしい。切り取り方がね、ちょっと難しかったと思う。この絵、この感じで見ないもんね。ファントムのお腹からだったんだ。そう。そういうことか。はい、はい、はい。難しいわ。まあまあ、そうですね。はいはいはい、あんま見ないですもんね。あ、それでは参ります。第3問。しゃ。何これ。ちょっと攻めないとな。これ攻めようなくないこれ。まあ、攻めない、まあ、攻めれないですこれは。実質2色で全部素直じゃないんですよねこれね、うん、切り取り方は様々ですからね、うん、本当に、まあね、悪意あんだよなこれ。でもこれさ、うわ無理だよ、わかんないな、何これ、これ何、さっきのじゃん、さっきのじゃん、いやこの辺りから、うわ猫さん、はい、あの毛を刈り取られた羊、素晴らしい、大正解、すごい、もうよし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 、こういう傾向があるんですよね、やっぱりひねってくるよな、ひねってくる、ひねってくるもんな、刈り取られてるわ。第4問、分かるわけない、分かるわけないだろこれ、一色すぎ、一色、何、あ、おお、色が、差し色が入ってえ？顔に見える。どっちだ？顔に見えるんだけど。20点。あ、どうだ？あ！猫おじさん。いや、これね。待て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 、これ。ジグリーンの頭をかぶった大原面ですか？素晴らしい！大正解！俺大原めの好きんだよね、下。俺そうです。じゃあそうです。服が違うもんね。うん、これ当てたのマジ褒めてほしい。でも、ね、このこういうひねり方過去やんなかったっけな、このデスク。あったあったあった。だから、ね、それが覚えてたんですよ。そう、まさに過去問なんですよ。過去問ってことか。過去問も来んの。過去問です。なるほどなるほど。最終問題です。はい、第5問。よし。何これ。白。え？何これ？アク黒いやつもう。さあどうだ。え？これは？なんとかバイオームとか。え、何これ？なんでしょうね。本当わかんない。何だこれ？は？は？思考を柔軟に。え？いやいや、なんて答えかわかんないこれ。え？はい、ポンタン。ホットな観光地の進捗達成。ありがとうございます。素晴らしい、正解。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。いや、こういうパターンもね、あったって、ね。ああ、そういうパターンなんです。このが、ここも出してくんの、これ出してくるんだ。ひねくれてるんで。なるほどね。なるほど、なるほど、なるほど。ありがとうございます。はいはいはい、ありがとうございます。はい、ということで、すべての問題がこれで終了しました。ので、メイン会場に戻って、最終結果の発表です。最終スコア、このようになりました。うわー、ボンさん130、クラス110ということで、ボンさんの勝利者、ボンジュール、おはようございます、おめでとうございます、負けたか、よし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 、最後の、なんかそうっすね、追い上げでね、なんとかいけてたらよかったんだけど、ありがとうございます、いや、どうですか、今の気持ちは、嬉しいです嬉しいです、ドシンプル、勝ちました、勝ちました、はい、悔しいな、いやでも20点差、はい、いやね、第あの最初のコーナーでもうボコられすぎたのが響きましたね、やっぱね、うん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 、アナグラム、あの並び替えほんと強かったな、今日ボンさん、よしよしよし、うん、ですよ、やっぱ今までクイズやってきた甲斐がありました、ありがとうございます、ライバルたちとのね、戦いがやっぱ、はい、はい、ありましたか、ありました、ね、めちゃくちゃいい締め方、そう、ライバルたちの戦いが行きました、はい、行きましたね、これね、ありがとうございます、ありがとうございます、ということで、この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします、お願いします、絶対見てくれよな。
それではまた次のボンジュールチャンネルの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。